はい、ゆきおでございます。今日はね、またカルディに行ってきたのでちょっと買ってきたものをご紹介ということで、購入品紹介やっていきたいと思います。レッツカルディ。はい、最初はこちらです。まあワインなんだけど、これねポルトガルのワインでした。ちょっとただも気になったから買ってみたっていうやつね。なのでポルトガルのカブラセガカブラセガっていう、まあ1000円ちょっとぐらいした、まあ多分リーズナブル系のワインなので、ちょっと試してみようと思って買ってきました。これはまあ後で雪音ワインでやろうかな。なのでもしよかったらそちらでご覧ください。はい、お次はこちらです。はい、まあ、これねライスペーパーなんだけど、生春巻きを作ろうと思って、結構ねうち生春巻き昔やってたんだけど、最近なんかあんまり作ってなくて、でちょっとこれも久しぶりにねちょっとやろうかっつって、生春巻きでもやっていこうかっていうことでライスペーパー買ってきました。これもやろうかな、ちょっとだけ、まあ、ご紹介ってわけでもないけど軽く作るとこをやってみようかな。うん、それもよかったらご覧ください全部後にやるみたいになってるけど、はい、これライスペーパーね。ほい、あ、これっていい、ライスペーパーってグルテンフリーなんだね。はい、次はね一軸買ってきましたね。一軸も、これは保存料着色料使用してない、本当に原材料名に一軸としか書いてないものなんだけど、これなんかね、パン作りとかにも使えるし、普通におつまみでも使えるというか、クリームチーズと一軸すごい合うからねとかなんかいろいろ使えると思って買ってきた。ちょっとね他のなんか何個か一軸があって、なんか結構売り切れのもあったりしてね、人気なのかな今、みんな一軸って買うさあ久しぶりに買ったんだけど、ドライ一軸ね、なんか他のはね少しこれよりは安かった、これちょっと高かったんだよね、多分これ保存料とか使ってないのちゃんとして作ってるからかなと思ったんだけど、まあ一応買ってきた、まあ、これしかなかったっていうかなので、ちょっとこれは食べてみる、よいしょ。はい、うわでかっ、1個でかくないこれ、あ香りがすごい、おおーいしょ、いい香りすごい、うまいすごい自然な味だ、おいしい。これ甘さはね本当に程よいから、いろんなのに使えそう、うわおいしい。ちょっとこれでなんかクリームチーズとね合わせたいな、シークあとでやろう、いいですはい、まああとはもう常備菜みたいな感じだけど、うちのロイタルのグリーンカレーねでも買ってきます。はい、次のイワシだから、ね、これのサバっていうのはすごい売ってたんだけど、なんかイワシ俺初めて見た気がして、イワシ買ってみた、イワシ缶でもサバよりは少し高かったんだよね、イワシの方が、イワシの水煮か、美味しそうだと思って、なんかいろいろ料理も使えるだろうね多分。イワシ、はい、あとはねサバのリエット買ってきました。瀬戸内レモン風味、ちょっとこういったなんかレモン風味みたいなのが結構好きだから買ってきたんだけど、今結構うち奥さんがパン作ってくれるから、でもパンに塗るものなんか欲しいなと思ってちょっと買ってきました。こちらサバのリエット、よっしゃ、美味しそうだよね、ちょっとうまそうなんだよね、ちょっとワインの当てとしてちょっと出してみました。はい、そんでお菓子系です。これはね焼き枝豆、なんかこれうちの奥さんこういうの好きだからちょっと買ってきましたじゃあ食べてみるか、焼き枝豆、国産ダダチャ豆、おっと、おお、あ1個大きい、結構入ってる、結構大きい、うまっ、これうまい、香ばしくて美味しい、何これ、これやばいぞ、これ一袋多分一瞬でいくぞこれ、あこれうまっ、これ美味しいわ、うまい、中は意外とスカスカね、これ大量買い決定だな、これこれうまいわ、うん、これね、もうね餃子味の濡れせんべいなんだって、餃子味って何と思ってこれちょっと気になったから買ってみた、味は全く分かんないけどどうなんだろうね、餃子濡れせんべいって書いてある、濡れせんべい
の餃子の餡のジューシー感と皮のパリパリ感を出しましたって、ぬえせんべいで皮のパリパリ感出すってどういうことっていう矛盾やんみたいな感じだけど、ちょっと試してみようかなと思って書いてたら、これちょっと食べてみようかな。よいしょ。はい、まあ餃子っぽいこの見た目になってるのかな。まあ、ぬれせんべいだけど、そんな、あ、でも、あ、柔らか、柔らかいね、やっぱね、結構。さあ、どうだろうか。よいしょ。あ、香りがちょっと今来たな。どうかな、これ。あの、そんなに、ぐにゃっとは来るかな。あ、まあ、パリッと来ない感じか。ぐにゃっと来る感じだね。うん。うん、なんかね、ニンニクと、ニラの香りやっぱするなんとなく、なんだろう、あ、なんかお酢醤油とお酢みたいな、あの餃子つけるあれの香りする。いただきます。あ、でちょっと辛い、ラー油かかってる感じかな。餃子とやれば餃子だけど、まあ、せんべいの味だねやっぱりねもちろんだけど、だから香りがやっぱりなんだろう、ラー油と醤油とお酢をなんかやって作ったタレの香りがして、でそこになんかニンニクっぽい香りがするから、ニラの香りするかな。だからちょっと餃子っぽいのかもしれない。でも面白い、でもね、美味しい、これ美味しいわ。うんうん、絶対これお酒のつまみでしょこれということでビールも買ってきました。なんかこれね、カルディに売ってて100円ぐらいだったんだよね。えっつって、でなんかベルギーベルジアンブリュワリーって書いてあるから、ベルギーのビールっぽいな。で、うわ、なんか100円でベルギーのビールとか、ええー、みたいな。ちょっと面白そうなの買ってきよう、買ってこようと思って買ってきたの。餃子があるからね。餃子とビールで。と思って今ちょっと帰ってきて見たら、よくよく見たら、まじで、ベルギー産、ベルギー産のさ、リキュールって書いてあるでしょ。これ発泡酒じゃん。ビールじゃないよね。まあ一応、で発泡酒はね、日本でもいっぱい あるけど、なので大麦、麦芽、ホップ使ってるけど、スピリッツって書いてある。そんで大麦、ちょっとどういう作りか分かんないけど、いまいち分かんないけど、あ、これオーバーシーズだからあれかよ、カルディが輸入してるんだ、ちゃんと。これびっくりした、発泡酒だったんだねリキュールって書いてある、気づかなかった全然。まあでもビールなんでしょう、雰囲気はちょっとね不思議だから、ちょっと買ってみた。まあちょっと飲んでみようかな、昼間から。失礼します。ありがとうございます。あ、でもあ、さあ、もうすげえさらっとしてるからね、やっぱね。あ、でも全然、うん、うん、なんか柔らかいお味、そんなにめっちゃ淡麗辛口って感じじゃなくて、すごい柔らかい味だから美味しいかも。飲みやすいね、意外と。うん、まあうまいじゃない、100円でこんな感じだったら。あ、おいしい。あ、もう柔らかい感じかな。さあ、じゃあ餃子とビールね。うん、うまいでしょ、バッチリ合うね餃子とビールバッチリ合う、うまっ。うん、飲み会でもする飲み会モードになっちゃった、もうこれ飲んだら今日まだお昼なのに今最高やんこれ、最高。はい、という感じで、カルディの購入品紹介でございました。ちょっと最終的に結局お酒じゃんってなっちゃったけどお酒とつまみじゃんってなっちゃったけどまあね、なんかやっぱりね、見てると楽しいからね、またこう気になる商品あったら買っておこうかなと思います。はい、これマジ美味しいわ、ほんとこれはほんと美味しいわ、買ってぜひね。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ニョキヨでございました。それでは、じゃあね、バイバイバイと。